こんにちは、ミサトオーストリッチファームです。今回は至近距離でダチョウたちを撮影してみます。顔の作りや羽毛の質感に注目してみてください。今映っているダチョウたちはオス1羽、メス2羽で飼育しています。くちばしがピンク色の方がオス、茶褐色から黒色の方がメスです。足元も見てみましょう。足の前側もくちばしと同様にオスはピンク色、メスは黒っぽい色になっています。ダチョウの首はとても長く、頸椎は16個もあります。人や多くの哺乳類では頸椎は7個です。くちばしは平たく、鼻の穴が2つあります。砂から目を守るためにふさふさの長いまつげが生えています。至近距離での映像はお楽しみいただけたでしょうか。ダチョウとの触れ合いの際はつつかれないように気をつけて観察してみてくださいね。それでは今回もこの辺で終わります。